ランビネ美術館はフランスのベルサイユにあるベルサイユ市立の美術館である。この美術館の建物は元は上流階級の個人住宅として1750年に建設され、1929年に当時の所有者ランビネ家よりベルサイユ市に移動されたもの。1932年に美術館として開館し、2010年にリニューアルオープンした。 建物自体と1階のサロンが1944年にフランスの歴史的記念建造物に指定されている。ランビネ美術館には35の部屋があり、16世紀から20世紀の絵画や彫刻、ベルサイユ市の歴史やフランス革命時の資料、装飾美術等が展示されている。1932年の開館に際し、それまで私立図書館に収蔵されていた絵画、彫刻、 その他小物や装飾品などをここに移して公開した。収蔵品には、ランビネ家のコレクションも含まれており、この建物を購入したビクトール・ランビネ、死に移動したナタリー・ランビネの肖像画や、エミール・ランビネといった、ランビネ家出身の画家の作品も見ることができる。実際に人が居住したことが伺える部屋に展示が、なされている上、18世紀当時の上流階級の、 寝室や居間などを再現したフロアもあり、当時の住宅に迷い込んだような雰囲気が味わえる。ペイントはジュ・ムーゼイ・ランブノット・ア・ベルサイユ、カタログショーモードエディス・ヨン・ディ・アート、パリ、ムーゼイ・ランブノット・ベルサイユ200、2005-2から850569380。ありがとうございます。